ドレス、今日はバク転とかロンダートから宙返り行く時の意識のコツ、これについて紹介していきたいなと思います。やっぱりロンダートからだろうとバク転からだろうと宙返りつなげる時で高くバーンって行きたいじゃないですか。その時にね、当たり前なんだけど地面にバーンって叩きつけたいわけですよ。起こしてバーンってこう叩きつけたいんだけど、そのこの叩きつけ方でこれとこれ違いわかるかな。これとこれ、1個目は叩きつけてるんだけど体重がこっちに乗ってないの、体を起こしていないから。2個目は体を起こして地面にっていうかこの足かな、後ろの足に体重が乗るように叩きつけてるんだよね。ここがすごいポイントで、なんかこうただバシンって叩きつけようっていうだけだとやっぱ跳ね返ってこないんだよね。ここがトランポリンだと想定するんだったら、トランポリンにこう沈めば沈むほどバーンって上に行くじゃない。そういうイメージを持ってロンダートもバック転も起こしてこれると、ここに体重が乗ってトランポリンが沈むからバイーンって飛んでいくっていうような感じになっていくのね。このイメージってすごい大事だと思う。だからいわゆるドンキのこの動きで地面に下に向かって自分が刺さる、自分が下に沈んでいく、体重が真下にしっかりかかるみたいな感じで体を起こしていくと、宙返りがバーンって引き上がるような形になっていくんじゃないかなと思います。もしよかったらこういうところをね意識してみるとよろしいんじゃないでしょうかという話でした。バイバイ。